めっちゃいい。ほんまに新バイトは。頑張れ頑張れ。もうちょっともうちょっと上がる。はい、下ろす。体が悲鳴を上げている。皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。井上さゆりです。見ての通り、私は今、ジムに来ているんですけど、今日はお尻に特化した筋トレをちゃんと専門的に教えていただこうと思って、ジムにやってきました。教えていただくのは、スパイスアップフィットネスの田中七尾さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日は初めての方向けの体験トレーニングを井上さんに受けていただこうと思います。いつからお尻の方は興味があったんですか？お尻の筋肉ヒップアップとかはいつから興味があった？でもコロナ禍で自宅でこうトレーニングをするようになって、それまでは結構キックボクシングとかホットヨガとかに通ってたんですけど、そうだったんです。何かこう家でできるものないかなと思ってやり始めたのがお尻。あーなるほどなるほど。メリットがたくさんあって、はい、例えばお尻が上がると足が長く見えると、まあ見た目だけじゃなくて、例えば腰痛とか膝痛とかの予防にもなったり、歩き方が変わるので機能改善にもなってきます。さらにこう好きお尻のトレーニング好きになってもらえればなと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。ボディラインとかの改善に興味ありますか？あります。この辺にぷよぷよしたお肉がつきやすくて。本当ですか？本当に。そうかそうか。結構丸くボリューミーな感じにする、結構がっつりした感じのお尻を目指してますか？あ、はいはい。お尻の形ってどういう形にしたいですか？なんていうか、こういう桃みたいな、こっちがちっちゃくて、はい、こっちがこう丸くなってるお尻っていうことですね。お尻のここの下を上げていくようなトレーニングしていってあげると、井上さんに向いてるかなと思います。はい。こっちの筋肉があるからくびれがすごい、うん、だからここを逆に言うともっとメリットとして捉えてほしい。でこっちが大きいのが目立つんだったら、はい、こっちを上げてあげるとこっちが目立たなくなってきます。あとはここに対してこっちがストレート気味なんですね、はい、もうちょっと背中をこうで鍛えてあげるとこういう砂時計ボディ、女性らしい体になると思う。全体的にストレートで、うん、あんまり凹凸がないんで、すごい幼児体型に見られやすくて。あーそうかそうか。私27なんですけど、すっごい若く見られるんです。すごい若く見えますね。では1種目目はクラムシェルをやっていきます。動きとしては筋肉が縮まるからこのバンドが足が開いてしまう。お尻の筋肉を縮めてこの動きをしていきます。テレビを見るみたいに寝転がってもらって、そしたらここから恥骨を自分の方に向けます。お尻ギューッとしたままキープです。ここで簡単そうにやってたのに。ここね、ここね、使ったことない筋肉なってます、はい、よし、そしたらここから私の手まで下ろしてきて、さん、うーん、お尻ギューッと、そう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 、このちっちゃい動きですよ。ゆっくりちっちゃく5回ギュッしてください。ギュッ、ギュッ、3、4、5、OK! バッチリです。結構きつい。あってすごい筋肉が使うのが上手です、本当にバッチリです。ああよかった。じゃあ次の種目に行きましょうか。はい、続いての種目はバンドウォークになります。太い方を膝の上につけていただき、細い方をつま先につけていただきます。足は肩幅に開いてもらって膝バンドを開いてください。ここで足踏みをしていきます。この体重が乗った時、片足になったお尻の方がトレーニングになります。もうすでにここからきついけど片足だけで結構きますよ、はい、お尻をしっかり伸ばしてもらって、
伸びた時がトレーニング、前傾種目をやっていきます。そしたらこのまま足踏みしていきましょう。その左に体重、右、左、20歩いきますよ。3、お坊ちゃんのね、きついですよね、頑張って。6、すごい、7、こんなにしんどいとは。足上げた時にプルプルに抵抗するようにちょっとバンド開けます。そう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 、ああすごい、いあと4歩8、頑張れ頑張れ、 OK 呼ばれたての子羊みんななります。すごい、前前前前、今度2歩、4歩ずつですね。後ろ、これ10往復いきたいと思います。おー今のアップですよし、いきましょう。せーの、前大丈夫かな。ちょっときつい、自分で思ったよりも前に進めなくて。確かに確かに。じゃあ今日はその場にしときます。大丈夫です。でも進みたいです。進みたい。そしたらもう一歩前いきましょう。せーの、前前、後ろいきますよ。せーの、後ろ、はい、コツを掴んできたかもしれない。コツをつかんできました。はい、じゃあそしたらちょっとスピードアップしましょうか。せーの、トントン、言わなきゃよ。はい、ロッ、手を開いて、よっし、やばいやばい、ロッ、OK、 やばいやばいやばい、動きますよね。すごい、井上さんだけじゃないから安心してください。みんななります。続いての種目はグルーツブリッジになります。動きとしては恥骨を自分の方に向けて、お尻をギューとして上がっていく、このような動きになります。このままお尻ギューとしながら上がっていきます。そうそうそう、そしたら井上さんが思ってるあと5倍この場でグーッと力入れてみて。そう、それ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 。せーの、尻ギューバンド開いて、オッケー、下ろしていきましょう、うん、さあそしたらここからが本番です。今動きをやったので。そうです、そうだった。そう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 、上手ですね。いいですよ、下ろしてきて。褒められても辛いものは辛いですよね。でも頑張って6回目ね、本当に上手、締まってる、素晴らしい。下ろしてきて、ギュッとなりました。ギュッとね、ギュッとギュッと、頑張れ頑張れ、もうちょっともうちょっと上がる、はい、下ろす。でちっちゃく5回一の1、2、お尻ギュッと締める、そう、うまい、し、あと1回、5、OK、 バッチリ、ギュッとですね。腰とお尻の差をつけます。つけたい、つけたい。つけたいということで2セット目いきましょう。そしたらちっちゃく今度5回で、せーの、ギューって締める、2、3、4、5、 OK、 バッチリ。あかん、あかん。結構きてます、結構きてます、結構きてますね。めっちゃきてます。次の種目はスパイスアップフィットネスで一番重要としているヒップスラストになります。動きとしては先ほどと同じように恥骨を向けてからお尻をギューとしていく種目になるんですけど、さっきと違うところは先ほどは足が上がっていた、今度は背中が上がって、ただそれだけの違いになります。今度は井上さんにこのバーを持ってもらいますので嫌な予感しましたね。井上さん何やっても上手なんだ。いい尻のポテンシャルがあるんで大丈夫です。頑張ります。お腹も力入れててくださいよ。いきますよ、いきますよ、見せます。はい、重い重い。皆さん周りも大丈夫です、大丈夫です。 OK、 せーの、恥骨向けて尻ギューで、ギューで引っ張ってきて、ギューとギューとギューと、そうそうそう、あと3回、せーの、はい、せーの、しりぎゅーってしてぎゅーって、そう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 、今入ってる、めっちゃうまい、これ、はい、下ろす、い
手を続けてポルシェ1、2、ギュギュギュ、オッケー、上手、オッケーです、バッチリ、しんどい、しんどいですさあ最後だけちょっと盛り付けますよ、せーの、はい、私をしますよ、頑張れ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 、もう一個もう一個もう一個、そしたらちっちゃくぐっかいね、せーの、1、2、お尻ギュ、3、4、5、オッケー、バッチリお疲れ様です、もう動けない、そしたら続いての種目はプランクになります。肘と肘をついてもらって、この筋肉を縮めるような感じでプランクをして、ただこうやってまっすぐになるっていうよりは筋肉と筋肉を縮めてもらうイメージで行うと、これは効きやすくなってきます。腕とかきつくないです、大丈夫です、そしたら行きますよ、用意スタート。そう、上手、お尻も締めといて、そう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 、しんどい、しんどい、頑張れよし、もう一回お腹ぎゅーっと力入れたら3、2、1、 OK、 一回休憩です、皆さんお腹のトレーニングですぐ行きますよ、もう一回行きます、しんどい、しんどい、3、2、1、 OK、 激沈激沈ということで、もう一節やって終わりです、本当に、はい、よし、3、2、1、 OK です、バッチリいやでもすごく楽しかったです、あ、よかったすごい、あの体がすっきりしてます、今あ、でも体が悲鳴を上げている本日はありがとうございました、こちらこそありがとうございました、お尻パンパンなんです、パンパンですよねそうですよね、あの井上さんはもう終わっただけでも心かなり腫れているんですよ、これ1回は腫れるんですけど、まあトレーニングをしなくなっちゃうとこれでまた元に戻ってしまうので、はい、ぜひ重りを使ってこれからはトレーニングをしていっていただければいいかなと思いますやってみようと思います本日も見てくださってありがとうございました、また次回もよかったら見てください、バイバイ。追伸ご自愛くださいませ、しんどかったけど楽しかった。